ここにも置いてないの。あ、来た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 。来た来た来た。来たよ。こんばんは。あ、みんな家族みんなの調べて待ってた？うんうん。調べた？みんな調べたって。ちゃんとね、これ調べといてってみんなに言っといたから、みんな調べて待ってたって。あ、よかった。ももらん。私のね、そうそう、ももらんさん。私の親友のね、れんかちゃん。占い師のれんかちゃんです。痩せてるときは超顔がそっくりって言われてたんだけど、ちょっと太っちゃって私だけ顔が違くなったんだけど。でも似てるんだよ、似てるの。似てるってよく言われるの。そう。そうなんだよ、本当に。もうドキドキしてたよ。もう昨日パック、うん、緊張するでしょ。え、パックしちゃった？パックしちゃったよ。でさ、電車立てるさ、スタンドがなくて、ドンキホーテ。なるほどね。そう、ドンキホーテで買ってきたの？買ってきたよ、この日のために。買ってきたの？ああ、もうドキドキするよ。本当、じゃあみんなよろしくね。みんなちゃんと調べた？まずは、あれしようかな。そう、目が似てるのなんか今年の運気的な感じ、運気、全体運気みたいなのを教えてもらおうかな。あ、オッケーオッケー。うんうんうん。え、ちょっと待ってね。あ、見て。お顔をね、ねえねえ、れんかちゃん。あ、顔をね、なんかこっち側ってコメントが入るの。ここにコメントが入ってくるのね。だから顔をちょっと、そう、こっち側にずらすといいの。オッケーオッケー。そうそうそう、もはや親近感でしょ？そう、似てるから親近感なんだよ、本当に。性格も似てんだよ、本当ポジティブでね。そうそうそう。あのさ、はい、これさ、表を見せたいんだけどさ、いい？うん、うん。うん、見えるかな、みんな。逆になっちゃうんだよね。ちょっと待ってね。これだったらいい？うん、あ、うん、いい。すごい。逆に書いたの？逆に書いたんだよ。すごーい。今日、あの、カメラ調整をして、あ、これ反対に映ると思って頑張ってみました。うん、うん。あ、これが。そう、若いな。私の1個下だから、何歳だ？今 44？、うん、うち45になったよ、5月1日で。45だって見えないでしょ？スタイルめっちゃいいの。本当に。はい、すごい逆。そして、この何、表をみんな書くの？そう、これをね、普段は来てもらったら、これ書いて、うん。いろいろ見せるの。うん、で、生年月日書いて、宿命運を出して、いろいろこう当てるのね。うんうん、この数字は、一泊水星とか、三平、八泊九紫火星、七赤金星、五黄土星、六白金星、時刻土星、四緑木星。うんうん。でね。これ同じやつ書けばいいの？うん。うん、大丈夫だよ。これ見ながら。それを見ながらやればね。うんうん。見え、顔邪魔なんだよ、ね、うん。見える見える。そうそう。見える。でさ、私はね、うん、全体的に言うと、うん、七赤金星が中心に入ってるの。うん、うん。は。で、うん、去年から、あの、占い師さんとか占ってたのは、うんうん、今年オリンピックあるじゃない？うんうんうん。それは多分できなくなるんじゃないかなって予想はしてた。うんうん。そう、よくみんなが言ってたよね。そうそうそう。七赤金星っていうのはね、もともと喜び事とか楽しいこととか、そういうのが大好きなの。うん、で、それが、この中心と、うん、これ爆弾、うん、爆弾な。声がね、途切れ途切れになってるんだけどさ。声？うん。Wi-Fi？ ちょっと待って。いっぺんちょっと Wi-Fi。うん。Wi-Fi をちょっと聞いてみて。音が途切れ途切れですね。あ、あ、ちょっと待ってね。音、あ、ぐるぐるしてる。あ、大丈夫かも。大丈夫？ OK。うん、大丈夫。OK、OK。うん。このね、うん、七赤が中級に来ると、うん、今年の運勢は、うんうん、要は、喜び事とか楽しいこととか、うん、そういうみんなでワイワイとか、うんうん、飲み会とか、うん、そういうことが全部破壊されるよっていう年。うん、あ、今年はね。そう、こと、出たり、ダメになってしまう年なんだけど、旧世紀学はね、9年で一周するって考えられてて、うん、9年前は、ちょうどね、3.11 の、あ、違う。3.11 だよね、と。うん、うん、そうそうそう。そうそう、それが起こったの。うん、で、また
年前はリーマンショック。なんだろう、これさ。ねえねえ、ちょっとさ、音を小さくしてみて、若干。気持ち？音を小さくする。うんうん。なんか声がね、ちょっとだけね、小さくしてみて。こう？うんうん。OK かな。音割れしてるの。うんうん。あ、ほんと？うん。聞きやすいかな。大丈夫かな？うん、大丈夫かな？あ、うん、OK。これね、もう、これ見てもらえればいいけど、9年、あの、リーマンショックね、そのまた。だから9年、うんうん、9年で。途切れるよね。なんでなんだろう。音がさ、途切れるんだよね。なんでだろう。なんでだ？今も？うんうん、今、あ、今も、今は大丈夫。今大丈夫？時々途切れるの。そう、また言ってね。聞きにくかった、うんうん。なんかね、イヤホンを使ってもらうといいんだって。イヤホンって持ってる？イヤホン、車の中だ。あ、なんと。ありゃ。じゃあちょっと、イヤホン持ってきてもらう？あ、カバーついてる？カバー？うん。カバーはついてない。ついてない。ついてない。あ、うん、大丈夫かな？大丈夫？聞こえる？みんな。え、じゃあさ、うんうん、車から撮ってくる間さ、ももこつなげといてくれる？うん、オッケーオッケー、わかったわかった。ちょっとイヤホン持ってくるって。大丈夫、私みんなのコメント見えてるから。見てるよ。そして私も気になってたの。なんで割れてんだろうって気になってた。ちなみに私は八白土星ってね、ともくんは、その七石、七星金星なんだって。なんだよ。だからね、真ん中の人だ、7の人。ともくんは7の人で、私は8の人なの。やっぱさ、そう、ももこって呼んでんの。本当は本名で呼んでんだけどね。誰かに笑い方が似てる？なんかもともとさ、名古屋の人なんだけど、なんかもうずっと茨城に今住んでて、だから茨城弁が映っちゃったみたい。笑い方も超似てるってよく言われる。うん。本当にね、なんか絶対姉妹、姉妹っていつも言われてるぐらい、超そっくりだったね、痩せてるときは。あ、そうなんだ。へぇ、翔平さんは、あの、9の年なんだね。あ、やっぱ八白土星多い。うち旦那が七星金星。うんうん。蓮華さん優しい。ももさんにそう、全部が似てんのよ。だからね、占いに多分ね、私のフォロワーさんで何人も占いに行ってるんだけど、みんな安心するみたい。そしてね、スーパーポジティブなの。なんか、まあ、お互いがスーパーポジティブだから、なんかいつも会うとすごいずっと笑ってて、なんかともくんがそれを見て、なんか結構びっくりしてた。本当にそっくりすぎるっつって。ジョージさんは何つってたっけ？ 1 だって言ってたかな。9年後も怖いよね。翔平さん来た。うん、そう、同級生じゃなくてね、前仕事一緒にやってたね。もうね、何年ぐらいの付き合い？ 20 年以上の付き合いなの。うん、数字の意味はね、なんかこれからちゃんと説明してくれるから大丈夫だと思う。今年はその7、なんか7が中心に来てる年で、なんかすごいその飲み会とかそういうのがダメになるみたいな年なんだって。だから、オリンピックが中止になるっていう話をしてたらしい。ニカちゃんな。うんうん。あ、来た来た来た。ジョージさん、ネイル可愛い。私も八白土星、ももさんと一緒。そう、仕事が一緒だったのよ。私もももさんと一緒、笑い方そっくり。そう、レンカちゃん優しいのよ。録画しとくよ。うんうん、七石金星、八白土星一緒だ。そう、茨城でやってんの。でも、電話鑑定もしてくれるからね。そうそう、あ、電話鑑定してもらった？初めて指摘されることもあって、本当に当たってた。やっぱりいい人はいい人に出会うんですね。そうそう。イオンが再開したら行きたいです。うん。ぜひ行ってあげて。急いでお風呂入ってきた。改めて星の見方の一覧はもちろん見せてくれるよ。今、また、あの、イヤホンしながら見せてくれるから。それ自分のとこでメモってもいいと思う。なんかこう、9個マス作ってね。うんうん。一泊土星9年ごとなのすごいよね。でも私は本名。私は本名です。レンカちゃんが本名じゃないの。だから、本当の名前言ってもいいんかな？本当はユミって言うんだけど、私はユミって言ってて、いつもなんかユミユミって呼んでるから、すっごい変な感じ。ジョージさん同い年だから、一泊水星なんだ。そっか、一泊水星って言ってた気がする。レンカさんに占い見てもらった時、モモさんの写真見せてもらいました。本当？出遅れました。私は、うんうん。これ二国土星かな？うん、番号がわかんない。番号は2番だから。その番号を、番号で今最初説明してんの。今日楽しみにしてた？九州なんだけど見てほしい。電話鑑定してくれるって。星の一覧はストーリーにあるんだ。コロナも関係ありだと思う、多分ね。うんうん。七石金星、今年は八方塞がりって言われた。ああ、なるほどね。世界中にダメな年なの。それが真ん中の年だから、世界的にダメな年なんだって。まあ、日本がなのかな。うんうん。そう、みんないろいろだね。
高橋ちさ子さんに似てる。なるほどね。そう、電話鑑定もあるのよ。ももちゃん大好き、ありがとう。電話鑑定してもらった。ももちゃんにそっくりなポジティブな方で、もう一回お電話したいです。そうなの。料金はね、いくらなんだろう。聞いてみるね。でも、なんか、桃割引してくれるんだと思う、多分。行きました、レンカさんとこ。母が大好きです、この占い。本当？七赤金星の人にとってはいい年じゃないってことですか？それはね、これから説明してくれるから待っててね。それが中心の年なんだって。八白土星一緒だ。うんうん。2月4日以降は、人の前年度を見る。ことは、6月の人もですかね。ちょっとそれもう一度聞いてみよう。2月4日以降、あの人はね。ちょっと聞いてみるね。6月もそうかってこと？え？ 2 月4日以前の人どういうことだろうね。私もユミ一緒だ。ユミ、個人的にお願いすると一般的な一泊水星の、そうそうそう、運以外も見てもらえる。なんかね、個人的にお願いすると、あったら手相も見れるし、眼相も見れるし、なんか全部見れるの。だから本当は会うのが一番いいと思うんだけど、私も定期的に見てもらってるから。もともと、なんかすっごい昔、そういうのやってない時もタロットがめっちゃ当たって、でいつも、なんか彼氏と、タロットしてる。タロット、タロットしてもらってる。でも準備してる。私もジョージさんと一緒。うんうん。三白土星じゃない？うんうん。六白金星。私と娘は八白土星。さらっと本名バトルしてみる。四国の星ってきたよ。うんうん。お、持ってきた。うん、聞こえる？つなげた？あ、聞こえる。つなげた。こっちの方がいい？うん、大丈夫かも。うんうん、大丈夫、大丈夫。うん。電話で2回占ってもらって、パワーもらった。じゃあ私のストーリーじゃなくてね、レンカちゃんのストーリーだと思う。あ、もう一度これを見せてって。あ、これ？ねえね、電話鑑定ってさ、うん。電話鑑定って、なんか、うん、私のフォロワーさんとかだと割引してくれてたりするの？そう、消費税無料。あ、消費税無料にしてるんだ。本当はいくらなんだろうって、みんなが値段知りたいって言ってる。あ、そっかそっか。消費税無料で、うん、まあ、若干気持ち？気持ち？あ、違う違う。本当の普通の値段はいくらなの？あ、普通の値段か。あ、でもイオンでは11,000とか。1時間ね。うんうんうん。1時間ね。うんうんうん。うんそのね、電話だと1万円、60分。あ、なるほど。そういう感じらしいです。そう、30分5000円。うんうんうん。時刻土星ね。なるほど。うん。で、はい。じゃあちょっと、それね、真ん中の、そのさ、七赤金星の人は、今年は良くないのって、この生まれの人は。あ、うんとね、ここに来た場合、新規ごと、例えば、家を建てるとかさ。あ、なるほどね。買うとかさ。うん。うん。そういうのはダメ。なるほど、なるほど。引っ越しをするとか。うんうんうん。ただし、2、3年前から考えてたこと。うん、あと2年経ったら家を建てるよとか、2年経ったらここで結婚式しようとか、うんうん、そういうふうに前々から決めてたことを実行するのは OK。なるほどね。そうここって、じゃあ悪いのって言ったらそうじゃないの。運気は強化なの、うんうん。すごくエネルギーがギューっと固まってて。うんうんうん。頭とか心では、あれやりたい、うん、これやりたいって思うの。うんうんうん。でも、やろうとすると、邪魔が入る。だから八方塞がりって言われるんだよね。そうね。元旦生まれの人っていうのは、1年前の人のところで見るの？そうそう、1年前。ね、節分前の人。うんうんうん。は、前の年になる。節分から元旦までってこと？節分？ん？節分から元旦？ 2 月4日前の人っていうことは。そうそうそう、は前の年。前の学年の年になる。あ、そうそう、いつから？いつから？なんか6月の人はどうなんですかって言われたんだけど。6月？2月4日より前ですよね。ん？ 6 月？6月生まれの人は普通だよ。例えば昭和30、昭和50、うん？うん、6月生まれ。昭和50年の6月って言ったら、そのまま昭和50年に、次世紀金星。なるほど、なるほど。うんうんうん。で、例えば、昭和49年の1月生まれですよって言った場合、うんうんうん。昭和49年の1月生まれは、うんうん。前の年。うんうんうん。昭和48年。
になる。うん。うん、なるほどね。そう。うんうんうん。要は2月3日までの間ね。うんうん。1年の区切りは2月3日ってことね。そうそうそう、節分。うんうんうん。次で次の年。うん。なんか受験の人とかは良くないのかなって、うん、真ん中の七赤金星の人は。あ、そんなことないよ、そんなことないよ。うんうんうん。これは、すごいね、エネルギーがぎゅーっと凝縮してるの。うんうんうん。だから、エネルギーをぐーっと貯めてる間は、要は勉強、自分のことに一生懸命取り組むとか、うん、そういうことはもう大丈夫。うんうんうん。大丈夫だよ。なるほど。表ってね、どうやって回っていくのって。あ、これはね、うん、表ここは中級。毎年変わるんだよね。毎年変わっていくの。こうん、うん、八白は去年ここにいたの。うんうんうん、八白はここにいたの。で、七赤はここ。これはね、こうん、こう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 って。なるほど。はい、これはね、なかなかね、みんな占い師じゃないからね、難しいよ。そうなんだよね。そうだね。だから毎年聞いてみよう、占い師に。うん、そうだね。うんとね。平成5年5月は、ともくんと一緒だから、同じだよね。七赤金星だよね。平成5年、そう、ともくんってうちと一緒だよね。5月1日だよね。うん、そう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 。あ、そうそうそう。平成5年は七赤金星です。12月31日も普通に見れば大丈夫。そう、普通に見れば大丈夫。うんうんうん。あ、以前背の高い娘と占ってもらったものです。レンカさんに占ってもらった2週間後に、お腹に赤ちゃんがいることが分かりました。決まるんじゃないかって言われた後だから、娘とびっくり。私も晴れて11月におばあちゃんです。また有給取って行かせていただきますって。すごいね。もしよかったら名前も見ますよ。今ね、うんうんうん、名前で、赤ちゃんの命名もね、今してるの。うん、今いろいろ選んでもらって。三つぐらい出してもらって、そっから選ぶの。2月4日から翌年の2月3日ってことって、その切り目がみんなよくわからないみたい。節分の境目が。節分の、だから、要は、私は1月生まれですよって言った場合、例えば、その前の年なんて言えばいいんだろうな、うんうんうん。前の年を見ればいい。1月、うんうんうん、要は節分前までの人は全部そう。うんうんうん。どう言ったらわかるかな。それが、例えば、節分前までっていうのが、いつからいつまでの間かわかんないみたい。節分どういう意味だろう。2月2日は前の年前の年。3日も前の年。で、4日から、その、入る。例えば、なんちゅうの昭、4日からその年になる。例えばそのまま、うんうん、昭和52年ですよって言ったら、2月4日。ね、昭和50年の人は前の年、うん、前の年。前の年ね。前の年。12月生まれの人はそのままね。そのまま。だから1月1日から2月4日までの人が前の年ってことだよね。そう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 。そうそう。そうだって。みんな分かった？ 2月3日までね。2月3日まで。自分の星が分からない人は私のストーリーを見てね。あ、そうだね。そうそうそう。表が出てるから。そうそうそう。うん、よし、じゃあ行くよ。行くよ。うん、じゃあ、まず、どうしたらいい？一泊から？うんうんうん。占ってきた方がいいかな。うんうん。一泊の人ね。じゃあ今、運気がいいところを、ちょっと星で書いてみますね。うん、はい。お願いします、はいはい。はい、ちょっと待ってくださいね。4か所。な、これ。そうそう、2月4日が年の始まりってことだね。うんうん。うんうん。これね。ここ、うん、あれ運気がいい人が、私もそれを書こう。ちょっと、なんかこれ。6、5、1、2、7、3。4、9、8。うん。今年はね、気がいいんだよ。今年はだよ。今年はね。うん。うん、こことここに入った人が運気がいいよ。うん、ここが。6と5と9と9と9と8。8? 8、9。そうそうそう。じゃあ私もいいんだ。5土星。そうそう、6白金で、9四火星の8白土星。うん、うん、うん。ただ、運気はいいんだけど、注意してもらいたいの。うん、ここに5ってあるじゃん、5。うん、うん。丸5っていうのは大凶ね、大凶。で、これ、
あってあるじゃん。これ、暗検察っていう今日、うん、大吉大吉党の去年、ね、うん。で、これ、時刻土星、ここにね、はって破れって書いて、今日。うんうんうん、要は、ここに入った人は、みんな今年の年番に、こういう傷、うん、傷って言うんだけど、傷がね、どうしても入ってくる。ここに。うーん、悪いのかって言ったら、うっかりすると、ちょっと悪い方な運気に入っちゃうよっていう、あれね。気をつけてれば大丈夫。うん、だから、運勢は天気予報だと思ってね。今日は雨が降りますよって言ったら、うん、傘持ってくでしょ、うん、傘持ってけば、不運を逃れるわけ。なるほど。そう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 。人生の天気予報みたいな。で、土地のじゃあ、一泊はって言ったら、うんうん、ここね、一泊の人多分、いろいろなことで悩むと思う。うんうんうん。じゃあ、分岐って言って、うん、あの、身体進むとか、退く、うん。今までやってきたことが、うん、これでいいのかなとか、仕事でも何でも。うんうんうん、あとは、身内をひっくるめて、ここね、家族の場所でもあるの。家族とか、身内とかを含めて、例えばどこに住むとかさ、どうしようか仕事とか、うんうんうん、あと、相手がいる人はこの人と別れようかなとか、結婚でもしようかなとか、うんうんうん、いろんな意味で、ちっちゃかれ多かれ、ちょっとここはね、変革運って言って、悩むところですね。だから結構、ここの一泊の人、悩み抱えてる人多いですね。そうなんだ。ジョージさんがそうで、ジョージさんがね。仲良しのヘアメイクさんがそうなの。そう、ジョージさんが言った。そう、そうなんだ、うん。そうなんだ。だから、少なからずね、ちょこっとしたことで、これから、多分、いろいろ考えると思う。うん。例えば、うんうんうん、まあ、仕事から、これを増やそうかなとか、うん、あれをやってみようかな、っていうようなことが起きやすい。なるほど。うん。ちょっと順番に行くからね、今待っててね。ごめんね。うん。で、まあ、一泊の人はね、一言で言うと、うん、とっても優しい人が多いです。へ、うん、あ、そうだね。本当にね。うんうんうん。なんか、水のね、性質なの。一泊水星は。だから、水っていうのはさ、どんな形にでもさ、桶に入れたら馴染むでしょ？うんうんうん。そういう意味で、すごい社会的、うん、うん、すごく、うんうん、なんていうか、社交性もあるし、その場では、いろいろ取り繕うとか、そういうことはできる、うん。うまく要はやっていけるよっていうような人が多い。うん、すごく優しい人が多いですよ。ちょっと本音を言わない人がとても多いです。そうなんだ。そうそうそう。なるほど。当たってるかな、みんな。うん。うんうん。一応ね、あの人間って人は、生まれた時に三つの星を持って生まれてくるの。三つ。うん、うん、うん。うん。そうすると、本命星は一泊でも、心の中身は五黄ですよとか、六泊ですよって人もいるんで、うんうんうん、あと七赤も持ってますよとか、そうするとね、うんうん、性格がまたガラッと変わってきちゃうんで、一応もう今日は大まかでしか答えられないと、うんうん。そうそう。なんかね、うん、生年月日とか、なんかその時間、生まれた時間とかそういうので、そう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 。見たい人はまたお願いしてみて。そうそうそう、今日はさらっと、ね、また変わってくる。さらっとごめんね。そう。さらっとごめんね。はいはい。そう。うん、あと、まあ、ここは、例えばね、うん、決めた、もう自分で決めたっていうことは、進んじゃっていいです。例えば、転職とかも OK ですよ、ここ。なるほど。うん。今年、傷がないんで、ここに。うんうんうん。転職とかも OK です。うん、よかった。ジョージさん、引っ越し考えてるから、一番多い。うん、うん、うん。そうそうそう、引っ越しとかね。うんうん、ねえ、そういう人、とっても多いです、うん。どこに住もうかな、とかね。ここでね、考える人がすごく多いの。なるほど。なぜだか。なぜだか。うん、なぜだか。ほんで、ここは傷が今ないので、大丈夫ですよ、うんうん。なるほど。ただ、その人に、傷が持ってたらちょっと要注意なんだけどね。その人に、おぎゃって生まれた時の傷がどこにあるかで、ちょっと、ダメな時もある。なるほど、ね。あまり動かない方がいいよとか。うんうんうん、で、まあ、決めたことはやっちゃっていいですよ、ここで。うんうんうん、で、どうしようとか、もう分かんないっていう時は、うん、これ、このまま答えを出しちゃダメな時なの。うんうんうん。
もう一回、来年になれば必ず明暗がはっきり出てくるんで。うん、なるほど。わかんない、どうしようって言ったことは勝手に流しちゃってください。答えは出ませんよ、はい。うんうんうん。OK?OK。OK。よし、じゃあ次。時刻。時刻同棲です、これ。うん。時刻同棲。時刻同棲。うん。一言で言うと、うん、これもまたすごく優しい星で、母性の星。生まれつき、母性本能が強い人が多いですね。まあ、結婚したら旦那よりも子供を大事にします。これ、大丈夫か、字読めなくない？大丈夫？うん、大丈夫。大丈夫？うん。そう、このね、時刻同棲の人はね、すごく真面目で、コツコツ努力家タイプです。でね、今年は、そう、これね、これとっても注意なんだけど、今年の全般は、だいたい夏ぐらいまでは、運気がずっと上がってきます。9年で一番こう頂点に上がってくる場所。太陽がで当たって、さんさんとして、照らして、すごく運気がいい感じのところ。で、例えば、これうち占いっていうのは必ず今年だけ見ません。前の年がどうだったかで、今年って出てくるんです。前の日悪いのにいきなり今年良くならないんで、前の年がそうそうそう、どうだったかっていうので、今年がある程度ちょっと決まってくるんだよね。で、例えばね、これ気をつけてほしいのが、ここで、一泊の時に、この時に、隠し事がある人は、今年、明暗はっきり出ちゃうよ。だな、なんか、内緒にしてたことがね、バレちゃう。気をつけて。なるほど。そうそうそう、ここね。そういう場所なんですよ。で、リコースさんって言って、離れる、会う、集まる、散るって書いて、離合集散って言うんだけど、ここに来た人は、親しい人の別れだったり、例えば仕事だったら部署が変わるとかね、いろんな人の出会いと別れがあります。で、自分に必要な人はひっつくよとか、必要じゃない人は離れるよとか、そういう場所です。ここは。なるほど。で、まあこれね、再派ってあるんだけど、例えば、いい人だって思ってるのにもかかわらず、ちょっと合わないよっていう風になり、うっかりするとなっちゃう可能性もありますよっていう派です。ね、そのちっちゃい字は見えなくてもいいんだよねって。ちっちゃい字？これ？これ大丈夫。大丈夫。全部言葉で言ってるから大丈夫だよ。みんなちっちゃい字は見えなくても大丈夫だから気にしないでね。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫だよ。数字の下のちっちゃい字は言ってるから大丈夫だから気にしないでね。あ、そうそうそう。口で話してるから大丈夫。そう。で、はい、ここはまあそういう場所です。ね。だから、ここに来たとき、例えばね、人だけじゃなくて、心もそうなの。例えば男の人で、タバコをやめたいってずっと思ってて、ここで。もう、不健康だし、コロナだし、やめようと思ってここでやめる人が多い。そういう場所、そういう心とか、物、断捨離とか、そういう場所でもある。あと、体で言うと健康ね、例えばさ、体に悪いのが見つかったよって言ったら、じゃあ、悪いから体の中から取っちゃおうって、手術して取っちゃおうとか、そういう場所。そういう見方もできる。そういう場所ですよ、ここは。もし皆さん、なんかこういろんな悩みがあって、なんかこれ切った方がいいのかな、別れた方がいいのかなっていう場合、別れちゃうかもしれないね、これね。そういう場所です。まあ相手にもよるんだけどね、相手の生年月日だったり、そういう場所です。なんか前半は運気が上がるっていうことだったけど、後半ってどうなりますかって。そうなの。今から言う。後半は、一番の低迷期、9年で一番の低迷期に陥ってきますよ。来年は。なるほど。そうなの。なるほど。だから、頂点まで行ったら、必ず落っこちるんで。
その、落っこちるのが、この辺で止まるのか、どん底行ってしまうのか、もうその人、うん、それはね、その人の、まあ、性格であったり、あと行動であったり、うん。うんまあ、この人は結婚を今年した方がいいのかなって。うん、時刻同棲？うんうん。時刻同棲の人、うんうんうん、あ、結婚する人は、要は、必要な人はひっつくんで、結婚しちゃう。うん、うんうん。なるほど、なるほどね。うん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 。うんうんうん、そう。うちはここで再婚しましたよ。なるほど。うんうん。そう。すごい。そういう場所ですよ。そう、同い年のみんな同じ運気ってことだよね。そうそうそう。同い年で見ると。そうですよ、うん。うん。じゃあ、このまま下に行くよ。うん。今度は三匹木星。うんうんうん。うん。三匹木星の人は、一言で言うと、これね、地震とか雷の脅威を表します、これ。うんうんうん、なので、地震でもゴーって動くでしょ？雷はあちこちドーンドーンって落ちるでしょ？基本ね、うんうん、じっとしてる人がいない。よく動く。なるほど。そうそうそう、うんうん。だからね、すごくね、元気な人が多いです。雷も地震もすごい音がするでしょ？だから男の人だったらバイクとか車とか、音が出るものが好きだったり、うんうん、女性だったらね、音楽とか、そういう鳴ってるところで働くのも合ってますよ。うん、うん。例えばね、アナウンサーとかなる人も3匹が多いです。へ、アナウンサーの人とかね、すごく多いよ。基本ね、こう、口でポロッと思ったこと、ポロッと言っちゃうの。悪気はなくて。うんうんうん。思ったことポロッと出して、意外にこう、人傷つけちゃうよとか、うっかりするとね、そういうことが起きやすいって人。でも本人は全く、こう。ね、来年は数字が次のところに移動すると考えていいってこと？そうそうそう、もう数字が次に動いてるってことか。そう、これはあくまでも2020年の表なんで、うん、うん。うん。来年だったらこう、時刻はここに起こってくるからね。あ、なるほどね。そういうことね。そうそうそう。うんうん、そう三匹は4のところに行って、あ、違うんだ。毎年違うんだって、やっぱり。毎年違うんだよね。そういうわけじゃないんだって。それはみんな占い師じゃないからね、こう、勉強した人しかわかんないんだわ、さ。そう、そう。毎年聞こう。うん、うん、うん。そうなんだよね。うん、で、どこまで行ったっけ？三匹ね。うん。そう。三匹は、うん、ポロッと言った。うん。うん。ポロッ、あ、ポロッと。あ、ごめん、映った。三匹は、今年は、うん、冬の田んぼに入ってきます。要は一番の低迷期ですので、すべて、要は、ゼロに戻しましょうってこと、スタート地点に戻りましょうってこと、うんうんうん、心も、ね、うん。要は、こう、なんていうのかな、すごく不安、未来のことを考えて、漠然と不安とか、これからどうなるんだろうとか、ため息や、うん、うん。うんもう寝れないなーとか、すごいストレスが溜まって、うんうん、ちょっとしょうがないなーって。もういや、もうどうしていいかわかんないっていう場所なんですよね。うんうん、でもここでね、下手に動くと、あの、運気は強的に動くの。強ね。うんうんうん、大強の強ね。うん。強的に動くので、ここは、もう動かない。スタート地点で、とする。うん、うん。うん心も体もちょっと一休みの場所。で、こういう時は何をしたらいいのかって言ったら、資格を取るとか、なんか勉強するとか、うん、そういう場所ですね、ここは、うん。なるほどね。なんか今さ、同級生が全部同い年だから、よくわかんないみたいな言ってきた人がいたんだけど、なんかこれって、なんか本当はもっと生年月日で詳しいのができるんだけどね。だけど今日はこの人数を今1800人ぐらい見てるから、この人数の人のね、生年月日を全部で、することもできないし、それはやっぱり、なんか無用ではできないから、そう難しいんですよ。大きな年の流れをね、みんなに教えてあげようと思って。ある程度、やっぱりこれが基本だからね。このうちの、もうちょっとその人は星がいろいろあって、なんか分かれてるわけよ。だから全部が同じ人じゃないの。同じ星でも。うん。OK？ そうなんです。そうなんですよね。そう。みんな3つの星持ってるからね。で、やっぱり、生まれ持って傷がみんな違うし、あの、役も違うの。こう、なんていうの、天中殺ってよく言われる、12年に1回来る役同士、うん、
とかも違うんだよね。うん、うん。だからそれによってね、やっぱね、運気変わってきちゃうんで、本当に大まかだけど。でも、うんうん、三匹の人はちょっと今年はあんま、まあコロナがね、あるから、ちょっと運気がね、せっかくいいのにダメとか言う人も結構今年は多いんだよね。そう。だけど、まあ三匹の人、これ今年あんま動かない方がいいですよ。こう、ジタバタしても、基本、うまくいかない。そう。でも、ただね、これ救いなのが、三匹木星の人って基本明るいの、性格が。意外に、なんつうんだろう、自信満々だったり、元気もう超元気なんかね、そういうね、こう、ちょっと元気なわけよ。だから、あんまり、ちょっと不幸っていうのはあんま気づかない人も多いんだよね。私、生命期なんだって人も確かにいる。だからね、ここはね、ダメではないよ。ダメではない。なるほど。うん。低迷期だから、新しいことをやらないでねってこと、うんうん、新規ごと。うん。婚活はどうしたらいいですかって。え、何？婚活？恋愛とか婚活。ああ、そうか、みんな好きだよね。ここ、うん、注意してください。ここで出会った人は、うん、基本だよ。うまくいきません。うん、出会いがあります。そう。出会いはあるけど、まずいかないって。そう。ここでね、出会った人は、うん、ここで出会った人はね、基本ね、心よりも体の関係になっちゃう。なるほど。みんなこれが一番危ないところだよ。そうなんだよ。だから、時刻土星の人は、後半からこっちの運気のものをね、もらってきちゃうわけよ。こっちに来るから。だから、なるべく夏までに、うちはよく言うんだけど、マッチングアプリね。何度も、なんか、何人かの人にいっぱい言ったんだけど、前半、でもこの再派があるから、なかなかこう10人、20人で言わないでね、もう何千人と会う感じで、会った方がいい。努力は実るから、必ず努力は実ります。で、そう、ここはね、出会った人秘密の行為になります。いい人と出会ったと思っても、相手に彼女がいたり、奥さんがいたり、そういう、こう、どんでん返しがあるような場所。基本なんかこう、ここでうまくいった人はあんま正直見たことないの。うまくいくにはとっても時間がかかったり、ちょっと厳しいんですよね。だからここは、ちょっとこう、人を見る、自分磨きをする場所。ここは。なるほどね。引っ越しとかもあんまりしない方がいいの？あんまりしない方がいい。なるほど。内容にもよるけど、基本はしない。動かない。勉強だけ。なるほど。そう。ここはそんな。なるほど。はい。あとね、女性が多いんで言っとくけど、ここ、休憩癌の、なんちゅうの？検診。絶対行った方がいいです。ここ。なるほど。そこになった時にね。そう、ここっていうのはね。淡白の人が行った方がいいよ。そうだよ、行った方がいい。あとね、結婚して子供がいないよっていうそこ、ここでね、妊娠しやすいですよ。とっても。だから、なるほど。ここで出会った人と、ね、もしかしたらできちゃった結婚にもなりやすい場所。ここ。なるほど。だから気をつけてね。気をつけてね、気をつけてね。はい。そうそう。じゃあ次行く？次行くよ。じゃあこれ6泊ね。6泊、ああ、じゃあちょっと待って。違う。4、4。あ、4、4、ごめん。そこから見てると反対に見えるわ。視力木星です。この視力木星は、性格から行くと、これね、視力木星の人はね、風を表す星。風。風を表す人は、基本やっぱり風ってあちこち飛ぶじゃん。だからね、じっとしてません。だから仕事でも、三匹もそうなんだけど、仕事でもね、デスクワークとかじーっとしてる仕事は合わないですよ、基本。っていう人が多い。まあみんながみんなではないけど、その中身によるけど。基本ね、動くのが好きなんで、ここ風の性、そして社交性があります。なるほど。すごく人当たりがとってもいい、優しい人が多いですね。でも身内にはちょっと違うとかね。そういうオチがあるけどね。身内はちょっと違うよ。でも社交性があって、争い事を嫌うんで、基本誰とでもうまくいくような
やっていけるよとか、そういう人がすごく多いです。うん。うん、じゃあ、ここは、どういう場所かって言ったら、冬の田んぼから、もう、苦しい苦しいってやっと抜け出したところ、まだね、春ではない。トンネルから抜け出すような場所です。ここは、妻とか母とか、そういう場所。妻とか母とか。ここはね、例えば、ここで妊娠した人は、ここで出産すると、お母さんになるでしょ、うん、うん。で、結婚したら妻になるでしょ、うん、うん、うん、そういう場所なの。で、ここも、基本、まだまだ、ちょっと冬の田んぼをちょっと逃れただけで、まだちょっとストレスが溜まる場所かな。でも、後半、秋から冬にかけて、すごく、徐々に、漠然と、結婚を考え出す頃かな。ああ、私も誰かいい人がいたらなとか、結婚したらどうなるのかなとか、漠然とだけど結婚を考える場所です。これ男性も女性も。なるほど。そうそう、男性だったら、ここで、もうそろそろ奥さん欲しいなとか、うんうんうん、奥さんだったらね、女の人だったらここで、私、ちょっと結婚して奥さん妻になってもいいかもとか、うんうんうん、赤ちゃんできたらどうなのかなとか、なんとなく考える場所、うんうん、ここ。なるほど。で、そうそうそう。でも、ここも引き続き、勉強の年、うん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 、勉強だったり、いろいろ考える。要は自分磨き、うんうん。いい人を作るために自分を磨くとか、うんうんうん、ダイエットするとか、うんうんうん、化粧をちょっと変えてみるとか、自分磨き。あと、性格もさ、ちょっと、こう、うん、なんていうの、優しくなってみようかなとか、料理を頑張ってみようかなとか、うん、いろいろそういうようなことかな。この辺はまだ。うんうんうん。なるほど、うん。普通のなんか、結婚してる人はどうなのかなって。結婚してる人、ああ、ここ、うんうん、結婚してる人は、今一度、ここで、よそ見をしないで、妻、うん、旦那さんに尽くすとかね。もう一度、お母さんになってみるとか、子供がいる人は、子供に尽くすとか、自分をもう一度、母として、妻として、もう一度見直す場所、ここ。なるほど。うん。そういう場所だよ、ここはね。もう一度言うからね、みんな、これが基本の年で、その他に3つの年を持ってる、3つの星を持ってるんだよね。そうそうそう。その他に2つか。3つ？あ、2つ。うん、2つか。だから全部でみんな3つの星を持ってるんだけど、これは基本の1つの。だからこれはみんな、この年の人は持ってるっていう年のことを今話してるのね。うんうん、同じ学年の人ね、これね。うん。うん、大まかだから、そうそうそう、これ。うんうんうん。でも運気は基本これで見ていくからね。運気、うんうんうん、運勢っていうか、うん、こういうのがあって、ね、そうそう、だからこれが大元の軸だからね。そうそうそう、これメイン軸だから。な、そうそう、メイン軸だよ。必ず、うん、メインの軸。まあいろんな意味って他にもいっぱいあるんだけど、一応大まかな感じで、うん、だいたいこんな感じかなっていうので今言ってるんですね。はい。次いきますよ。はい。これぐらいこれ。五、五度星。はい。五度星はこれね。ここ丸五って大凶なんだけど、五度星の人は必ずこれがどこに動いてもひっついてくる。これ。うんうんうん。うん。だから嫌だって思っても嫌だって思わなくていいよ。これは、丸五っていうのは自分が爆弾を抱えて持ってきてる人のこと。要は手榴弾を持って生まれてますよってよく言うんだけど、これ手榴弾引かなきゃ大丈夫だから運気はいいです。うん。五の人って、別格の星って言って、帝王の星なの、これ。もうどの星よりも運気がすごく強い。なるほど。うん。強いっていうか、もうなんていうのかな。そう、もう自分をしっかり持ってる人。信念がすごい、こう、ある。うんうんうん、もう自分は自分みたいな。自分のことしか聞かないみたいなさ。うん、まあ、みんながみんなじゃないけどね、その中身によるんだけど。基本五王は、うん、私、俺だっていう、こう、男気があるような人です。うんうんうん。で、五王土星の人はね、別
止まった？電波が悪い？あ、大丈夫かな？電話が入ってきちゃった。ごめんね。うん、うん、大丈夫、大丈夫。電話が入って、うん、来た、来た、大丈夫。うん、うん、大丈夫？うん。うんと、で、ここも、うん、うん、大丈夫、大丈夫。この合同席の人は、うん、ね、一人で、たった一人で、城を築いたりすることができるぐらいの武器の持ち主。うん。それをまた、自分の手榴弾を引いたがために城を崩してしまってゼロになってしまう運気もある。そういうね、こう、なんていうの、波が激しいんだよね、運勢の波が。みんなの波がこんな小さいの、この人はもうこういう大きい波。うん。なるほど。うん。うん。五王は、すごく、うん、うん。うん。なんか、ある意味、いい意味でもあり、こう、爆弾引いちゃうとちょっと、ね、裏目に出やすいとか、そういう星。うん。そういう星ですよ。で、オード星の人、今年運気やっと上がってきます。なるほど。良、うん、くなかったんだね、うん。うん。春がやってきます、ここ。うん。チャンスとかチャレンジ精神もどんどん湧いてきて、うん、運気がやっとこさ出てくるし、恋愛望んでる人はもうバッチリバッチリ。なるほど。仕事もあるし、やっと出会いもある。うんうん、ここで探さないと、ダメ。うん、これ、なるほど、運気がいいと、そうそうそう、運気がいいからって、勝手に相手が寄ってくるわけじゃなくて、探さなきゃダメ。うんうん、探して自分でチャンスをつかみに行くの。うん。なるほどね。いい人と出会いやすいです。全員が、うん、もうそれも何十回も出会ってください。うん、うん、うん。すると、いい人に出会えますよっていう場所。なるほど。婚活もバッチリだって。うん、そう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 。もうバッチリバッチリ動いた方がいいよ。いい人、うん。ここはチャレンジ精神の星なんで。うん、で、ただここ気をつけること。ここね、運気が上がってくると、自分で調子づいてきちゃうの。そうすると、うんうんうん、ここは、ちょっと喋りすぎるとか、なるほどね、ちょっと言いすぎちゃうとか、うん、そういう場所なんで、ここは、ちょっと控えめな感じで、要は人にたくさん感謝しながら、自分のチャレンジ精神を持っていくと、運気は最高にいい。ここ。なるほど。うん。結婚してる場合はどうですかって。結婚してる人は。そう！それなんだよね。それなんだけど、うん、例えば、新婚さんとか、そういう人は、うん、まだ仲良しとか。でも、長年連れ添った夫婦は、ここね、うん、よそ見しちゃったり、なるほど。要は、うん、不倫とかね、そういうところも多い。新たな人に出会っちゃうんだよ。気をつけよう。出会いの年だからね。気をつけて、気をつけてね。うん、そう、うん。これはね、そういう場所なんだよね。うん。ってじゃあ全部がいいかって言ったらそうでもないから、これ必ず前の年を見ますからね、うん、前の年からのつながりでこっちに入ってくるんで、うんうん、今年だけで、ただ今回は今年だけはこうだよっていう意味で、うん、長年連れ添った仲良しじゃない夫婦はここでちょっと新たな違う人との出会いも起きやすい、うん、ね、結構多いですよ。うん、健康運とかはどうですかって。あ、ここの人も。健康運。これね、これもまた、こう、みんなはみんな言えないんだけど、これってね、すごく難しいんだけど、例えば、ここ。ここで、うん、ここはね、子宮の病気、腰から下の病気が多いの。うん、うん、うん。例えば、ここで悪いものが見つかっちゃって、うん。ちょっと遅れて、ここで手術しました。うん、時間をけ、うん、うん、うん。そうするとね、あれ？間違えた。ここで手術しました。うんうんうん、そうすると、うん、ここは、再発再来っていう場所で。なるほどね。そうすると、うんうん、ここのことが、悪いことが目が出やすいんだよ、これ。雑草。なるほどね、春なんで、雑草も入ってた、うん。だから、必ず、ここのね、前の時に、悪いものを全部刈り取っとくの。うん、うん、うん。ここ、雑草生えないんで、うん。そういう意味では、ちょっと人によるんだよね。悪いのを持ってると、ここでもう一回ちょっとポンと芽が出てくる人もいるし、うんうん、全く健康な人は大丈夫。全然運気バリバリ。うん。間違いない。
引っ越しとか仕事とかは5の人はどうって。いいよ。大丈夫、大丈夫。うん、うん。その人に傷がないっていう、なければ大丈夫。これちょっと人によってはすごくあったりする場合あるから、それあんま良くないから。あと人によって天気たちが違うんで、基本はここは引っ越しとかそういうのも全然 OK です。基本転職もなんて大丈夫。家を買うとか、そういうの大丈夫よ、ここに来たら。うんうん。で、ゆみ、さ、ゆみ来ちゃった。これさ、60分で、あと9分ぐらいしかないの。あ、マジ で、なんか次に進んじゃうと、なんか、録画できなくなっちゃうから、あと1時間やっても大丈夫？大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。で、ちょっと1の人のね、なんか恋愛とか、1の人の恋愛とかをちょっと聞いてなかったから、それを結構みんな気になってるみたいで、出会いとか既婚の人の話、ちょっと1の人の恋愛の話だけ最後にして、2件目に行こう。うん、あ、よくわかった、わかった。ここで一発ね、一発の人のこれ、例えば、いない人。うん。いない人。相手がいないよっていうときは、ここ、一生懸命見つけてください。そうすると、出会いはありますよ。まだ。まだここ。全然大丈夫。で、その人と、これから結婚しようかなとか、どうしようかなっていう場所だからね。で、また付き合ってる人も、ここで結婚をちょっと考える。別れを考えたり、そういう場所。出会いは OK だよ、ここ。まだ、まだいい。こっちに入ってくると危険なの。ここまで大丈夫。結婚は結婚。結婚してる人は結婚してる人は恋愛結婚してる人は結婚してる人は、特に何もない感じ結婚してる人は、別の悩みがあるかもしれないね。ここ家族の場所なんで、家族のことで、家族会議があったり、例えば、引っ越しどうするとかさ、ここに来てっていいかなとか、そういうこと考える人が多いです。ここは。なるほど。仕事、一の仕事はどうって。一の仕事？一の仕事は、ここでね、だから仕事を辞めるか、で、転職を超考える人が多いです。で、転職したいってなったらしちゃっても大丈夫な図書。ところ、ここ。なるほど、なるほど。うん。健康運はどうなのかしらって。一の人は。一の人、ここね、健康運ね、すごく難しいんだけど、一泊の人って、基本ね、子宮とか弱いし、子宮とかね、腰とか、その辺弱いんですよ。例えば、ここで、例えば、喉元とかね、なんかそういう意味でもこう、まあ、いろんな意味で、いろんな、こう、病気って、発症しやすい。で、そこで、悪いものは刈り取るとか、手術するとか、という場所、ここはね。なるほど。うん。ちなみに、4の人のね、仕事と健康運も聞きたいって。あ、4の、ここ仕事？仕事と健康？仕事と健、そう、仕事は、多分ね、この視力の人って、この前の時の3匹の時から、この低迷期の時から、あんまりちょっと良くないはずなんだよ。人によっては。だから引き続き悩み抱える人が多いです。抱えてない人は別にそんなに気にしなくてもいいかな。